はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。アクトレイザールネッサンス続きをやっていきます。セーブするととりあえずこの画面になるんだな。フィルモへそのまま降り立ちましょう。街の発展の続きからですね。これなんだ、アクト1に挑戦します。3分の2って何これ。まあとりあえず地に降り立とう。フィルモア、お、早速イベントが起きた。我々は次なる魔物の巣へと向かう決意を固めました。再び我らをお導きください。人間たちが頑張れば頑張るほど僕の仕事が減る。あれはヒロトス、人間たちが魔物の巣に向かおうというのにお前は一体何をしている。あんたか、あれは彼らの仕事、彼らがやるべき。俺の出る幕じゃない、おとなしく留守番でもしている。やる気のなさ。あれだけの力の持ち主だから僕はできる。この男は伝説の英雄かと思った。見込み違い。これは英雄の伝説、まあ、とりあえず敵出てきた。導こう。てか俺のレベルいくつ上がんのこれ。相変わらず封印が早いな。魔物の巣の口を開き邪悪な玉を見つけた。我らに奇跡を。待って、下に暇さ、敵がいた。痛い。ちょ待ってどっから出てきてんだ。よし、封印しよう。突入。どういう感じになってるか。魔物の巣、これは倒した。いって昇竜拳で、あとこれか、まあ、バイス。おお、なるほど、こうやって発言するか。いいところにしまったんで、ギリギリ届いてない。取り寄せ。これ後ろにもさ、一応判定あるんだ。こいつの剣撃強すぎだろ。ステージクリア。これがゴリ押しの力です。魔物の巣を封印した。抗う力を得た。より多くの砦をこの地に建設できる。そうか、魔物の襲来もあるからね。上限数アップ。魔物の巣が封じられた。感謝いたします。素晴らしい成果じゃないか。あんたが言っていた伝説の英雄ってのは何だ。そう軽々しく話しかけないでくれます。特別に教えてあげましょう。神がサタンによってこの地を覆われた時、生き残った人間の間で語られた伝説があった。神が再びこの地に降り立つ時、聖火の輝きとともに6人の英雄が現れる。その魂と力で神を助け、尊き神はついにサタンを打ち滅ぼす。なるほど、立派な英雄様とは関係がなさそうだ。信頼度、信頼度が上がっていくとレベルが上がるのか。ちょっと待って、なんか広い方が見やすい。ってかこいつか。畑を切り開き、実りで多くの民を食べさせることができるようになった。神殿に捧げ物をいたします。お口に入れるほどの値打ちがあるか何か確かめなきゃいけない。果実が収穫できる。生産されるアイテム、まあ、確かに生産はされてるね。定期的に果実ポーションを生産する。果実を獲得するとヒットポイントを回復できる。魔物の群れとの戦いの時には耐久力、ヒロトスのヒットポイントを回復する。ポーションを獲得すると奇跡をする時に必要な意識が回復、工場、定期的に資材と防衛策。防衛策は戦いの時に防衛性の有効なアイテムですと。あ、そうなんだ。一定時間で消えちゃうんだ。で、砦をだからどこに置くかだよね、あと。資材が全然ないんだよな、そういえば。それまでは敵を倒すか。
か、あと行ける方向を増やさなきゃいけない。ここら辺はもう、あ違う違う、これは町を破壊しちゃうのか。これ一回壊して、橋みたいなのが多分ないとあっち行けないんだろうな。あとこれか、これも壊しておこう。3マスギリギリいけんな、1回の魔法で。ではではでは、ちょっとこっちも行って、敵がいる、柵出た瞬間に倒す、消えよ、これが神の力だ。でこっちこっち、行けるところは全部行こう。建築した砦は自由に移動することができる。知らないよそんなこと、限りがある。取り壊して建てましょう。町を建設中、感謝の言葉を伝えたい。言葉ではなく何か、あ経験の書をくれんじゃないか。みずみずしくて美味しい人間たちの作物、代わりに食べておいた。まあ、戦闘前に別にフィロトスのレベルを上げればそれでいいでしょう。でここも一応通過はしたのか。あれ下行けねえし、これも破壊しなきゃダメ。あ、これも破壊しなきゃダメじゃん。マジックパワーよこせ。サタンの手の者がフィルモアを襲った。サタンはその時お前を殺さずに封印した。その理由は何ですか。そんなの分かるわけないじゃん。フィロトスここにいたのか。魔物の群れがやってきた。SP 回復しておきたいんだけど、これ受注しなきゃダメ。いやそんなことない、受注したらそっから始まるのか。 SP とか回復して砦でもう一個作りたいんだけどな。町を建設中、頼むよ。工場さ、柵しかできないんだけど、資材が欲しい。俺は資材をよこせ。これが工場か。町をもうちょっと発展させてから戦いに挑むっていうのもありだと思うけど、いかんせん今はマジックパワーがない。戦闘になったらマジックパワーを回復するとか。お、資材手に入れた。なんかいきなり来たな、一気に生産される。よし完璧だ。じゃあちょっと砦をもう一個作ろう。てかさ、弓矢部隊作りたいんだけど、ここ破壊対象、ちょっと待って、人口が減る、しょうがないか。でもこれは畑を壊すんだな。ちょっと上と下に砦を作りたかったけど、もう資材がない。人間が増えてきた。天空城に戻って今の記録をしてはいかがでしょうか。もういいよ、セーブロードはさっきしたから。じゃあもういいか、上はやつに任せて下を、あ資材資材やった。砦をもう一個作っとこう、下の方に。ここに作れんのか。なんか神殿の近くに作りたいけどね。まあいいや、ここに1個作っとこう。一応選択してる間は、あトントン資材来てるわ。じゃあさ、ちょっとこっちの方まで行きたいんだよね。道を広げて砦を作れる位置を。
でマジックパワーなるべく減らしとこう。敵がすぐ出てくるからそれで回復できるしね。ダブ使っておくのはもったいない。来た来た来た、資材。弓をもう一個作りたい気もするけど、資材が今度いっぱいできた。あ、柵がもういっぱいあるからか、だから資材ができるのか、そういうこと。いいよ、破壊しよう。よし、これで完璧だ。ちょっとどうやってこれストーリーに行くか。クエスト、最強の男。ピロと戦闘不能になったらダメか。経験の書は使おう。お前に全部つぎ込む。レベルアップ3、攻撃1、ヒット目とは22。なんかどれだけ上がってんだかよくわかんねえ。さて来い。果実を獲得すれば大丈夫。上は弓兵がいるからね、これも砦があるでしょ。あとピロトスをどこに動かすかが問題だよな。敵が来た。これ SP か。サンダーもね、気がいいんだよね。でもまあまあまだ大丈夫だ。ピンチになったらサンダー使おう。これピロトス攻撃してる下に。いや下からめっちゃ来てんな。すげえ大軍が押し寄せてきてんだけど、でもなんとかなんとかなって。ここに砦を作ったのは正解だったな。砦って動かせるの今のこの状況で。あ、方向策しか今引けないか。 SP 回復後結構出てくるな。一回サンダー唱えるか。消えよ今のうちに。時間を稼ぐ。てか上のさ弓兵あんま意味なかったな。あ、今度違う敵が出てきた。回復回復。こいつはねサンダーが効くかどうか。何普通だな。雨とかさ効かねえし。太陽は、太陽も普通だな。これはもうレベルが足りないからな。あ、大地を揺るがすのがあれだけど、マジックパーがない。あ、こっちから来てる。取り出す作ってるとよかった。ここは任せよう。回復いいね。砦めっちゃ回復するわ普通に。住民強い。防護策はまあまあまだ大丈夫だな。最後の群れ。そうなの、集まってきたところを一網打尽にしよう。ポーション、さあ見せてやろう。クエイク普通。まあただやつらも人目とか減って虫の息だ。マジで意味ねえな。あ、鳥でめっちゃやられてんじゃん。どっから進行してくるかある程度把握しといた方がいいよね。サンダー唱えよう。どうしよう。近づいてきたところもありだけど、なるべく敵が入るように。サンダーどうだ、耐えられるか。ギリギリいけそうな気がするけど、倒した。撃退成功。なんとかなった。お前のおかげ、この地の英雄だ。毎回そんな持ち上げないでくれ。フィロトスの強さ他の人間と比べて桁外れ。サタンは本当に彼を耐えしきれずに封印したのかも。そうだよ、たかが人間だもんな。
進行度50、より多くの人口が必要。でもそうなんだけど、確認方法、アイテムの使用、アイテムで使用することができます。フィルモアの人間たちは何か伝えたい。森から響くうめき声、弓の砦を2つ設置する。フィルモアの森、魔性が姿を隠している。弓の砦を設置したい。これ弓の砦ってかさ、もうすぐイベントが始まるんだけど。負傷者が出ている。挑戦中だとこれか。文化レベルが上がるって書いてあったな今。ここを封印するのはもうすぐのはずだから、ってかまたサンダー唱えないと。2ついけるか、いけない。範囲を広くしないと無理だ。でこうやってこう資材ってことは、砦を一つ壊さなきゃいけないんだよな。上の砦とかがもういらないのかな。で、じゃあ破壊するか。砦破壊。還元資材。資材還元されるんだ。待て。めちゃくちゃ連打できる。人に振ってればなんとかなるんじゃねっていう思惑。じゃあ砦で弓ここに置くか。これで一緒。資材、感謝の言葉を伝えたい。弓の砦を得た。ちょっと作れる上限を増やしたいな、どっちかっていうと。じゃあここの封印に行きますか。フィルモア魔物の巣、ちょっとめんどくさそうだな、こいつがいるとは。下にあるな。これ下でなんとかならない、そんな甘くはない。あー、いて、秒数が増えてるからやっぱちょっと難しくなってるんだな。ハンドスケってかマジこれさ、この後ろに判定があるからね、すげえいい。これ攻撃力やっぱこれが一番強い。3発当たる人ちょっと発見しよう。秒数的には余裕だったね。ステージクリア。それなりに神も忙しい。魔物の巣の封印をした。抗う力を得た。そうか、これで上限数がアップするのか。砦と弓なるべくセットにしたいんだよね。負傷した者がいる。怪我をしたやつのことを聞いた。早く良くなるといいな。より強く補強した方がいいかもしれない。俺の知っている技術でよければ教えようと思う。いや、もっと早く言えよ。怪我人は出したくない。なかなかいいやつじゃないか。信頼と依存100、結構落ちた。文化レベルが上がった。文化レベルはこの地の発展の証。文化レベルについて、技術力が高まり高度な建物やが建築されるようになる。住居、より多くの人が住める。頑丈な建物が建築されるようになる。工場、生産力が高まります。畑、質のいいアイテムができます。
取りで強化が行えるようになります。3段階、なるほど、まあやってみるか。砦どれだ、強化、資材的には60使うのか。攻撃力も上がるんだね、やろう。でこれは攻撃力上がる、めっちゃ使ってんな。上果たして意味あるのかって言ったらちょっと分かんない。フィルモアの地はさらなる発展を遂げた、力を合わせたから強い建物が建った。やはりお前は英雄だ。それは違う、魔物が来ている。どうした、すぐに行かないと。町が分かっている、何か訳ありだね。葛藤、砦が全体の 75% 以上破壊されると終わり。橋の技術ができる、経験の書は使おう。6個レベルアップ、攻撃力プラス、こいつ防御力わかんねえな。まあ攻撃タイプっぽいからな、やろう。もうこれは組んだって感じだよね、魔物。これ上から、あ、ここから来てる。この扉はかなり強化してあるかな。結構普通にこの街が破壊されてる、ひどい。どうだ、レベル2、弓兵攻撃してる。赤い帽子をかぶった魔物、まっすぐ移動している。どうするか任せしますって言われても、フィロトス、あ、やっぱ下だな。これはちょっとやつは向かわせないとまずい。ウェイク一回唱えておくか。ほら行け、マジックパンの全てを使ったが、下もとりあえずこれでなんとかなんだろう。弓兵もこの段階で攻撃できるんだ、強い。敵が強いっていうか、ここがまずい。フィロトスを向かわせるか。ここに回復、回復、頑張れフィロトス。てかあいつのチャリンって何、なんか必殺技でも使ってんの。こいつはこっちに来るか。やはり砦を破壊しに来てんな。空飛ぶ魔物、え、どうすんの。弓の砦か。ここだと多分もうあれなんだよね、新しい砦を築くことはできないから、やっぱり置いとかなきゃいけないのか。ただ攻撃力は弱い。ちょっと待って、サンダー一回唱えよう。あ、あいつ右のやつ入ると思ったら全然入んなかった。ってか耐久力が弱い。飛んでる魔物は倒した。下から来てるけど、あそこはもう大丈夫かな。一応ヒロドスを向かわせるか。こっちに上は弓と砦でなんとかなんないかな。やっぱり必殺技使ってんだ、強い。ヒロドスの必殺技、回復回復。このヒットポイント50意外にでかいからな。むちゃくちゃ回復する砦の耐久度も。これが最後の群れ。この3体はなんとか対処できるでしょう。で下もまあフィロトスがいればなんとかなる。弓兵もいるからね。ポーションで回復、どっちかにクイック使いたい気がするけどな。一回サンダーをここに唱えておくか。ほら行け、コスパがいい。サンダーは回復、上はなんとかなるな。あと下の猛攻を
防ぎたいけど、ポーション取ってサンダー一回かまして終わりだ。消えよ。いや、いいね。なんか全然面白くなってんだけど、リメイク版。いや、やっぱこうじゃなくてね、リメイクは。元気がないがどうかしたのか、どこか怪我でも。少し疲れた、今日はもう休む。葛藤クリア。橋の技術、あともうちょっとでレベルが上がりそうだ。多分レベルが上がると思う。メーターがたまれば。フィルモアから素晴らしい技術が生まれた。橋を架けることができる。水の流れを越え、岸の向こうにも家を建てることができる。より多くの人口が必要。人間たちを導いていきましょうと。いうわけで、じゃあちょっと意外に早く終わるかなって思ったけど、フィルモア結構やることが多くて長いね。でもまあ長い方が楽しめるんで、最初のマップでまだまだ続くってことは、後のマップではもっと時間がかかると思うんで、まあ、それはそれで楽しみではあります。というわけで、セーブをして今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。